ちは。本日は路線紹介シリーズ第4弾になります。東京メトロ南北線でございます。目黒から、まあ、永田町とか飯田橋とか、駒込とか通りまして赤羽岩口まで走っている路線です。メトロの中だと割と最近の方ですね、できたのね。副都心線の次に新しいで、直通が、赤羽岩口から埼玉高速鉄道が浦和美園まで、目黒から、東急目黒線が日吉まで直通をしております。南北線はですね、特筆すべき点でいうと三田線と線路を共用している区間があります。この目黒から白金高輪、この2区間ですねは、三田線と線路を共用していまして、東京メトロが第1種鉄道事業者、で東京都交通局が第2種鉄道事業者ということになっておりますけれども、日吉から、東急目黒線がスタートして白金高輪で三田線に行ったり南北線に行ったりします。でだから、ね、目黒線はですね結構楽しいんですよね。あの南北線に行く列車もあれば三田線に行く列車もあって、行き先もたくさんあって結構便利で、赤羽岩口からその埼玉高速で浦和美園まで直通してるんですが、先日ですね、あのニュースでですね、その埼玉高速の延伸の計画がちょっと動き出したみたいなところが、あの発表されまして、浦和美園からさらにですね、あの東武アーバンパークラインの岩槻まで、あの延伸する計画を立てようみたいな、あのことになったそうでして、これまた幅が広がりますよね。だから岩槻とかの人は今はどうなんだろう、大宮まで行ってんのか春日部に行ってんのか分かんないですけど、そこら辺に住んでる方は埼玉高速の南北線で一気に来れますから便利になるんじゃないですかね。そしてこっちだけじゃない、こちら側も南北線は熱くてですね、東鉄東急直通線、東急目黒線、今日吉の先を伸ばそうっていう計画があります。計画っていうかもう工事も順調に進んでるんですけれども、日吉から新横浜を通って羽沢横浜国大に行って、そこからあの相鉄に直通するっていうのが2022年度に、まあ、開業する予定で、だから、来年度ですよ。あと1年ちょっとで開業ということになってまして、それができると、だから南北線内からもしかしたら、まだねその具体的にダイヤ等発表されてないんでわかんないですけど、南北線内で東急目黒線、相鉄線直通、急行湘南台行きが参りますとか言い出すかもしれないですけど、これは熱い。こっちもね順調に進んで、岩槻とか行ったらは、岩槻から湘南台行きなんて行ったらもうめちゃくちゃロングランですよ。それはもう夢広がる路線だなと思います。南北線はこれからの可能性にあふれた路線なんじゃないかなと勝手に。あとまあ南北線の大きな特徴として、フルハイトタイプのホームドア、南北線のホームドアご存知ですかね、あの背の高いやつ、絶対に転落事故なんかもう 100% 起きない安全なホームドアが設置されております。東京だと南北線だけですよね。今全国的に見ると京都市営地下鉄の東西線、あそこは確かフルハイトだったので、非常に安全というか安定輸送、あんまりダイヤ乱れとかもない直通先の目黒線も、東急目黒線も埼玉高速も、あフルハイトではないですけど普通のホームドア設置されてますので、かなりあの優秀な路線かなと思います。そしてですね、まあ、個人的な好みの話なんですけども、南北線も私ね発車メロディ好きなんですよ。発車メロディが特にあのこの白金台と、ね、白金高野の発車メロディが好きなんですよ。気になる方は聞いてみてください。著作権的にはここではお話できないんですけど、どこの駅もまあ全体的に結構僕好みの曲が多いので、あのまあ、特に白金台と白金高輪なんですけど、あのぜひ聴いていただけたらなと思います。そして車両ですね、車両は全部9000系です。編成が23編成ありまして、大体ほぼほぼみんな同じなんですけど、中にはねちょっとあの顔が違う方がいまして、第22と第23編成、これ後々あの増備されたやつ、最初からいた人たちじゃなくて後であの増備されたやつなんですけど、ちょっとあのデザインが違ってスタイリッシュというか、ライトのところの作りが違ったりするので、まあそれが来たらおおかっこいいねみたいな、あのちょっと脇ポイントになるかなと思うんですけど、まあ残念ながら南北線はフルハイトタイプのホームドアでして、あの顔とかあんま見えないんですけど、あの直通先とかでまあ見たければ見てくださいって感じ。あとまあ毎度おなじみの珍しい行き先コーナーでございますけれども、南北線のダイヤはそうですね、あ白金高輪駅っていうのがまあ一日中あの大量の本数運転されてるんですけど、それ以外でいうと目黒駅はないんですけど、あの日吉にほとんどまあこっちは直通しますし、こっちも浦和美園とか、まあ、あと鳩ヶ谷っていうのもありますけど、あれはそんなに珍しくないです。ただ南北線はこれも半蔵門線とかと同じく終電がですね、あの行き先が面白いのがありまして、白金高輪は0時0分発各駅停車駒込行き、これ最終ですね。反対も埼玉高速の浦和美園を0時6分発で駒込行きっていうのがあります。これもねあのいつか見に行きたいんですけどYouTube で撮りに行けたらなと勝手に思ってますけど、それから、もう一本浦和美園の23時52分発で埼玉高速から直通してきまして、
市ヶ谷駅っていうのもあるんですね。ここも多分流通があるんですね。ここら辺がまあ珍しい行き先であるかなと。まああとまあ直通先に目向ければ東急目黒線直通奥沢駅っていうのもあるんですけど、あれも珍しいかな。あれも多分1本だけなんで、まあ、ほとんど武蔵小杉とか日吉までみんな行くんですけど、奥沢駅っていうのもあって、まあ、そこら辺が珍しいやつかなと思うんですけど、まあなんせ時間も遅いですし、それで駒込とかね市ヶ谷に行って、うん、その後乗り換えも多分ほとんど、まあでもどうなんだろう、山手線とかだったらありそうだけどね、池袋ぐらいだったらいけそうですけどね、ちょっと僕調べてないんで分かんないですけど、まあいつか見に行けたらなと思っております。というわけで東京メトロ南北線の紹介させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。将来発展が楽しみな路線でありますよね。それから駅メロもいい曲たくさんありますので、ぜひ皆さんメロディーを聴くために乗りに行くなんていうのもいいんじゃないでしょうか。これからも南北線ぜひ乗ってみてください。ありがとうございました。